メインチャンネルはディーラボです。そして YouTube はサブチャンネルです。どうも大悟です。というわけで今日はですね、まあ、この話題僕大好きなんですけれども、よくオナキンオナキンって言うじゃないですか。で、オナキンにメリットがないっていうのはもう皆さんに話したと思うんですよ。はい。メリットないんでどんどんやった方がいいんですよ。はい。で、今回はですね、その中で、じゃあ、そんなにたくさんやって大丈夫ですかって心配になる方がいると思うんですが、今日はその答えを出していきたいと思います。はい。いいぞ、もっとやれ。オナニーで得られるメリットというかですね、今日はですね、そのオナニーをすればするほど得られる心理学的、健康上、科学的なですね、様々な人生が変わるエフェクトをご紹介していきたいと思います。というわけで今日はですね、人生変わるオナニートップ5ということでやっていきたいと思います。はい。いい大人がですね、何を言ってるんだって話なんですけどね、これ皆さん見てるね、時間夜だと思うんですけど、僕これ撮ってるの昼ですからね。はい。というわけでですね、まあ飲まなきゃやってられないということで、今日はですね、僕大好きな、一番大好きなカリフォルニアスケアクロー飲みながらやっていきます。乾杯。というわけでじゃあやっていきたいと思うんですけども、そう、オナニーです。はい。実はですね、G 行為とか呼ばれるようにですね、それで自分で自分を慰める行為ってのは良くない良くないなんていう風にやっぱ言われたりとかするわけなんですよ。で、これ実は研究で最近分かってるのが、良くないって思うと、オナニーって良くない効果を出すんですよ。例えば、罪悪感を感じながら自分でするとどうなるかっていうと、メンタル病んだりとか、ネガティブなエフェクトが出るんですよ。だからそういう意味で言うと、そのオナニーに対して罪悪感を持ってる人がやっちゃうと、デメリットが出るんですよ。だから逆言えば、開き直ってやればいいわけなんです。もっと言うと、いやいやいや、やればやるほど、健康効果あるんやで、むしろもっとやった方がええんやでっていう知識を知れば、どんなにやったところで、むしろメリットしかなくなるんですよ。というわけで今日はそんなオナニーに対する罪悪感を完全に打ち消すですね、放送をやっていきたいと思います。トップ5形式でいつものようにやっていきましょう。それでは、人生変わるオナニーエフェクト。第5位は、ストレス解消効果です。はい。実はですね、オナニーをした後にですね、体内で複数のホルモンが出るということが分かっておりまして、例えば、ドーパミンとか、エンドルフィンとか、オキシトシンとか、プロラクチンとか、いろんなですね、ホルモンが体内で分泌されるんですよ。で、実はですね、このドーパミンは、僕らにですね、このなんか喜びの感覚とかね、幸せな気分とかを、与えてくれるですね、効果があったりとか、エンドルフィンはですね、メンタルの改善とか、気分の改善に効果があったりだとか、オキシトシンとかプロラクチンはですね、なんかこう、癒しの効果があったりとかっていう風にですね、実は、僕らが、ストレスを解消するような行動をとっている時に分泌されるホルモンがまとめて出せるんですよね。はい。そのオナニーをすることによって、いろんなものを出すことによってですね、ストレス、発散効果がですね、大きく得られるということなんですよ。面白いですよね。だから、実は、定期的にストレスケアとしてやった方がいいんですよ。だからよくね、毎日やった方がいいですかとかいう方いるんだと思うんですけど、毎日やるぐらいだったら大丈夫です。朝晩ぐらいだったら大丈夫です。僕も高校生ぐらいの時なんか男子校だったんで、1日3回とか4回とかやってましたからね。はい。それでも全然、問題ないし、ストレス発散にもむしろなるので、やった方がいいと思います。ただ一個だけ問題がありまして、ネガティブなやり方としては、時間の無駄になるやり方はダメです。だから、ダンスだったらわかると思うんですけど、今日は、どれで抜こうかなみたいなことを考えて、いろんなこうアダルト動画を見ちゃって、10本も20本もこうやってさ、ブラージングしたりとか調べたりとかした、あっちこっちスイッチングしたりとかすることあるじゃないですか。あれやめた方がいいです。だからもう今日はこれに決めたって一個決めて、でも、早送りとか飛ばしたりとかしないで、今日はこの動画の、このシーンに決めたって決めて、そこで一発入魂するわけなんですよ。文字通り。で、そうやって短時間でやることによってストレス解消効果を非常に高めることができるし罪悪感も減るのでおすすめなやり方です。はい。というわけでですね、第5位がストレス解消効果でした。続いて人生からオナニーエフェクト第4位が認知機能の改善でございます。はい。実はね、頭が良くなるってことが分かってるんですよ。オナニーすると頭良くなるとか言ってたやつらね、もうざまあ見ろって話ですよね。コベントニ大学の研究です。50歳から89歳までのですね、人たち6800人ぐらいを対象にしてですね、夜にですね、その G 行為を行ったかどうかっていうことと認知機能の改善とのチェックしたわけなんですよ。そしたらですね、どなたかっていうと、夜に、オナニーする回数が多い人ほど、覚えたものをですね、思い出す。要するに、早期能力ですね。記憶をこうね、ちゃんと思い出す能力ってのが高かったっていう研究結果が出ているんですよ。だから、どうやら頭にもいいっぽいと。はい。一応これね、50歳以上の人たちを対象にしたい研究なんで、ある程度年齢いった人に出せる研究ですが、ただネガティブな影響ってのは出ないと思うので、年を取ったら夜やった方がいいし、若い人も別にやっても問題ねえぞというお話なんですね。というわけで第4位は、頭が良くなりますよというお話でした。では続いて人生変わるオナニーエフェクト第3位。第3位が、睡眠の質が向上するです。はい。なんとですね、寝る前にオナニーをすることによってですね、睡眠の質が改善したりとか、あとは睡眠に着くまでの、眠るまでのですね、時間が短くなったよって素晴らしい研究があるんですよ。こちらセントラルクイーンズデランド大学、などの研究ですね。はい。オナニーをする、または自分のパートナー、恋人とですね、セックスをする、ですね、その後睡眠をとってもらうんですけど、どっちの方が睡眠の質が深くなったかってことを調べたんですね。で、結論を言うとですね、オナニーをした
した人の方がパートナーとか恋人とセックスした時よりも睡眠質が高かったって報告が上がってきてるんですよ。ちなみにこれ夜にセックスをするのは睡眠質の向上にはいいんですよ。だからパートナーとか恋人とか自分の奥さんとするのはもちろんいいんですよ。いいんだけれども独身の皆さんご安心ください。恋人がいるリア充よりも皆さんの右手の方が優秀ということがこの研究では分かってるんですね。実際にこのオナニーをすることによってより早く眠りにつくことができたって報告した人がですねかなり多かったということも分かってるんですよ。だからさっき言ったみたいにストレス解消の効果がかなり強いので、だからやっぱりねいいんじゃなかろうかということですね。はい、ちなみにこれ僕友達に言ったらですね、じゃあ彼女とやってから家帰ってから自分でもう一発抜いてから寝れば完璧だなって言ってるやつがいて、すごいな絶リーマって思いましたけど、はい、そういう使い方もありだと思います。というわけで第3位が睡眠の質の向上でした。はい、今回の動画は絶対に広告がつかないと思いますけど、もうこれはしょうがない。はい、伝えたいことがそこにあるから。はい、何言ってんだろうな俺はな。はい、ちなみに一杯しか飲んでないですからね。てか一口しかまだ飲んでないですからね。はい、というわけで第2位です。はい、第2位はこれちょっとマジな話です。前立腺がんリスクがどうやら低下します。はい、前立腺がんリスクの低下ですね。はい、約3万2000人の男性をですね10年近く追いかけたですね、研究によるとですね、そのオナニーによる発射の回数とですね前立腺がんのですねリスク、前立腺がんのですね発生に逆相関の関係が出たということが分かってるんですよ。つまり男性の場合は出せば出すほど前立腺がんリスクが減っていくわけなんですよ。で前立腺がんっていうと僕と同じ年くらいの人とか若い人は、前立腺がんとかなんかピンとこないと思う方いると思うんですけど、実はね今日本でも世界でもそうなんですけど前立腺がんになる人がめちゃくちゃ増えてまして、男性の中では本当に前立腺がんの患者さんのですね数がですね 1,2 位を争うようなレベルでがんの中でも多いというふうに言われてるんですよ。だからもう皆さんですねもうがんになりたくなければ出しまくるしかないと。だからもう彼女とか奥さんとかにエロい動画とか見つかった時に言い訳はこれですよ。いやいやちょっと待てとね、この動画見せてもらって構いませんよ。そう、皆さんのね人生のために第5のこの動画見てくれと。3万2000人の男性を10年にわたって追いかけて研究によると出せば出すほど前立腺がリスクがなくなるんだと。だから僕が毎日こうやってね自分磨きを頑張ってるのは家族のためなんだ、君のためなんだ。なぜかって言ったら俺が前立腺がんで君たちを残し死ぬわけにはいかないと。だから俺はこれからも出し続けると、はい、いうふうに言うのが、一番いいという説得方法になりますね。というわけで第2位が前立腺がんリスクの低下でした。変なテンションになってまいりましたね。チャンネル登録解除しないでくださいね、これでね。はい、というわけで第1位です。第1位は、自尊心の向上です。はい、自尊心。自信がアップするんですよ、実は。オナニーをすることによって。これ意外ですよね。普通はなんか、自分にはパートナーがいないとか思って変な罪悪感変えたりとかして、自信なくなりそうな気もするんですが、実は、オナニーが自尊心を高めるというですね、報告が、あるわけなんですよね。オナニーに、を楽しむことによってですね、自尊心の向上が実際確認されているわけなんですよ。ちなみにこれ、女性を対象にした、研究です。おそらく男性でも同じような効果あると思うんですけど、だから女性も、オナニーはした方がいいんですよ。これなんでかっていうとですね、マインドフルネスと同じ考え方、で人間って自分の体に対する理解、自分の肉体に関するですね理解っていうのを深めれば深めるほど自信が湧いてくるんですよ。だから例えば筋トレをするともちろん体がムキムキになってかっこよくなるから自信がつくっていうのもあるんですけど、それと同時に自分の体はこんな体なんだなとか、まあ、こういうところで筋肉つけやすいんだなとか、こういうところ怪我しやすいんだとか、いろんなことが理解できますよね。こういう風に自分の体をよりよく理解すると毎日をですねどういう風に過ごせば効率よく快適に過ごせるかってことが理解できるようになるんですよ。で結果人生の満足度が上がったりとか、自信とか自尊心が向上するんですね。つまりオナニーをすることによって自分の体の構造ととか自分の体と向き合うことができるわけなんですよ。特に女性の場合は男性と違ってなかなかこういけない人、オルガズムに達することができないって人とかもいると思うんですけど、そういう方なんかはですねぜひですねオナニーに勤しんでいただいた方が自尊心も向上するし、自尊心が向上すると変な男とかにも引っかかりづらくなるので二重三重におすすめなわけなんですよ。ただ何度も言ってる通りオナニーが悪いことだって思わないでください。こんだけ僕頑張って実施してるのはオナニーに対して罪悪感感じてしまうとこの効果とかメリットが全部なくなってしまうので、そうしないためにこんだけ恥を忍んで広告使わないにもかかわらずもうボランティアですよ。そう頑張ってこうやって説明してるわけなんで、ぜひですね皆さんもですね今日から、ですね、出しまくって、いただければなというふうに思います。はい、もっと変な罪悪感をねさえ抱かなければ脳内でいろんなホルモン出るし、ストレスか不安のね感覚も減るし、自尊心も高まるし、睡眠のね質が改善したりとか認知機能が高まったりとかっていろんなメリットがたくさんありますので、ぜひですね楽しんで、いただければなというふうに思います。でさらにですね今日はですねオナニー学というふうにですね題しまして、まあ早漏とか治療の対策だったりだとか、あとは肌をきれいにしたりとか女子力をアップしたりとか、そういうところまでやり方次第ではですねオナニーって自分のいわゆるこうメンタルから肉体のですね状態を高めることができるわけなんですよ。男性なんか早漏治療で悩んでる人もいるし、女性なんかだったらさっきのオルガスムの話だけじゃなくて女子力とか、例えばじゃあ恋愛にね、自分のこう気分をもっと向けたいとか可愛くなりたいとかってよくありますよね。それ全部オナニーで解決できるんですよ。というわけでそんなですね科学的なオナニーテクニック、聖夜のオナニー学という動画がですねこの動画の概要欄コメント欄
の方に入ってますので、ぜひですね、チェックしてみてください。あとはでもそこまで性欲湧かないんだよね、とか、最近性欲がなくて、とか、元気がなくて、って方は、マカ飲むといいですよ。はい。マカはね、まあ、性欲の改善だけじゃなくて、体内の炎症の改善だったりだとか、幸福度を高めてくれたりとかするってことが分かってるんで、1日 3000mg ぐらい、飲んであげれば、空腹時に飲んであげればいいと思うんで、マカも一応概要欄の方にリンク入れておきますので、よかったら合わせて使ってみてください。というわけで、続きはですね、概要欄、コメント欄の方から、聖夜のオナニ学の方でお会いしましょう。バイバーイ。で、まず、どうやって早漏対策をすればいいかってことなんですが、なんと、天が早漏対策にも使えるというですね、面白い研究が出てまして、これをじゃあですね、今からご紹介していこうかなと思います。はい。実はですね、天がで早漏が 83% ぐらいの確率で改善するんじゃないみたいな面白いですね、研究を出してくれたのが、スペインの、病院ですね。はい。なんとですね、はるばるですね、日本から天がをですね、仕入れまして、この病院が使ってるんですよ。早漏に悩む20人の、男性にですね、天がを使ってもらおうという実験を行いました。で、ちなみにこの早漏に悩む人たちどれぐらい悩むかっていうと、満足にセックスができないレベルです。ほんと見こすり犯っていうか、もう入れたら行っちゃうみたいな、穴なら入れる前に行っちゃうみたいな感じで、その女性とそのセックスを楽しむみたいなことがなかなかできないと。で、女性も満足させられないし、自分もちょっと気まずいみたいな、そういうレベルの早漏の人たちを20人、集めまして、天下をですね、週に5回最低で5回ずつ使ってもらうということを行いました。はい。で、これ、細かい条件が出てまして、まあ、もし早漏対策をしたい方は、この実験と同じように、これから紹介する細かい条件を、守ってやってみてください。まず1回の使用時間、最低5分です。はい。だから、最低でも5分間は頑張ってくださいと。はい。最低5分間頑張るというのを一応目安にして、で、6週間ほど使用を続けてもらったわけなんですね。で、具体的なやり方としては、行きそうになったら止める。で、これひたすら繰り返す。行きそうになったら止める。で、止めて、おすすめは深呼吸を3回くらいすると。で、それだいぶ落ち着いてくるんで、3回とか5回とか深呼吸して、落ち着いてきたら、慣れる前にまた再開すると。ゆっくり。で、それで、また行きそうになったら止める。で、ちょっと深呼吸して、で、またこれを続けるってことをひたすらやるって感じですね。そう、行きそうになったら止める。で、深呼吸。行きそうになったら止める。深呼吸。みたいなことをやってひたすら繰り返す。みたいなやり方で、この6週間、このトレーニングとしてやってもらったんですよ。はい。その後、早漏プロファイルっていう、早漏の度合いをチェックするテストがあるんですけど、PEP って言うんですが、この PEP を使って、その人たちの早漏がどれぐらい改善されたのかってことをチェックしたんですよ。したらですね、面白いことが分かりました。この6週間、天下をですね、使ってもらうという、実験に参加した男性のうち、なんと 83%、天下を使った男性の 83% が、実際のセックス中の射精をコントロールできるようになったというふうに報告されたんですね。すごいですよね。で、さらに 72% の男性は射精のストレスおよび対人ストレス、まあ要するにそのすぐ行っちゃう人ってやっぱいろんなところで自信がなくなるんですよ。恋愛でもそうだし、人間関係でもやっぱり性的にさ、こう劣ってるっていうふうに自分が思うと、やっぱりこうコンプレックスになったりするじゃないですか。で、こういった射精のストレスと対人ストレスっていうのが 72% の人たちが改善したと。だから人間関係とか仕事にもメリットが出てきたわけなんですよ。で、さらにですね、セックスの満足度っていうのはどうなったかっていうと、実はね、セックスの満足度はそんな変わらなかったんです。33% 程度改善されたと。まあでもそれでも随分改善されてますけどね。ってことが分かったと。はい。では続いて、まあ男性の話ばっかり今してきました。じゃあ女性版はって思いますよね。はい、実はですね、男と違って女性ってオルガスムに達することができる確率が結構少ないんですよ。女性の場合どちらかというとそのオナニーをすることによってトレーニングをして、でそのオルガスムに達しやすくする、要するにセックスにおける満足度とか、まあ、ひいては夫婦関係につながってくると思うんで、そういうものを高めることができるんですよ。じゃあどうすればいいのかって話なんですけど、具体的に言うとこういうことです。オナニーを女性はするときに